久保さん。なんかね、深刻なメッセージが来てね、さっきね、回答したんですけど、なんかその、なんだろうな。まあまあ、なんか一言で言うと、まあ、うまくいく人は一部の人間であり、じゃあ全員が、うまくいくっていうのは難しいんじゃないかと。 いうなんかご質問をいただいたわけですよ。まあそこに対しても、ブワーって回答したんですけど。<laughs> まあはっきり言って、なんだろうな、どうすかね、久保さん、月収10億とかね、月収1億は一部の人間かもしれないけど、月収100万はどうすかね、僕ね、本当に、僕、本当思うんですけど、めちゃ努力して、めちゃやれば、月収100万はいけると思うんですね。 だ昔は無理ですよ。昔はそのテクノロジーなかったんで、誰もがっていうところは難しかったと思うんですよ。ただし、今テクノロジーあるので、YouTube をどう使うのか、あまあ、そのあるものですね。メルマガも昔なかっただろうし、インターネットっていうテクノロジーもなかったし、だからそれをどう真剣にかん使って真剣に考えて改善していくのかっていうところをやれば、 月収100万いくと思うんですけど、いかがでしょうか、久保さん。<laughs> もちろん、時間差はありますよ。時間差はあるんだけど、僕はいけると思いますね。うん、誰でも。うん。なんかまあ、僕は情報系が長いので、早稲田いさんとか、半身不随から年収1億ですからね。<laughs> 半身不随で、早稲田いさんなんか、これですからね。これで、これですよ。 これ,こ,れこれでキーボードを打って1億ですからね、まあ、もう血のにじむような努力をされたとは思いますけど <laughs> なんかその圧倒的にね、まあ、やれば100万はねいくと思うんですけどね久保さんどうですかね久保さんの見解としては誰でも無理ですかね一部の本当に一部の人間何なのか 僕はそう思わない。だから僕はそう思わないからそう思わないって言いたいですね。誰でもできると。100万なら。<laughs> だって、20万の商品5本売ればいいだけでしょうん ?50 万の商品2人に売ればいいだけじゃないですか。で、1億人ぐらいいんだから。うんだから昔はね、その1億人リーチするチャンスはなかったわけですよね。今、チャンスはあるわけですよ。リーチできるチャンスは。うーん。 だからちゃんと勉強して、ちゃんと集客して、ちゃんと商品作って、信頼関係構築して、しっかり売るっていうことまでね、勉強して、あとは改善してやれば、うん、20万の商品5人売るとかは、できると思うんですけどね、50万2人売るとか。うん、そう。まあ、あとはそれを継続して、仕組み化すんのか、継続して、僕みたいにもバカバカ売ってるくのか、あれですけど。 うーんまあやっぱみんな思うんでしょうね一部の人しか無理だっていうまあ一部の人にも前澤社長になれっていうのは一部の人間だと思いますよ ZOZO ゾゾタウン作れとかねヤフージャパン作れとかなんかあのテスラ作れとかはたぶんそれは一部になると思います Facebook 作れとか YouTube 作れとかメルカリ作れとかはそれは一部かもしれへんけどうーん どう思いますかね <laughs> 僕は誰でもいけると思います月収100万に関してはこれがじゃあ吉谷さん、ね、月収10億いけますかっていうのはそれは分かんねえとただ100万に関してはねい,いけるって言いたいしい言い続けたいですねでもみんなそう思ってるんで <laughs> まあそこに対してねじゃ,あじゃあやめといていいんじゃないですかっていうそれで終わることもできるんですけどね じゃあそう思うんだったら、そう思うんだったらやめればいいんじゃないかなっていう。そう思ってんだから、じゃあそうなんでしょっていう <laughs>、まあ極論ですよね。まあシンプルにも片付けちゃうとそれで終わりなんですけど、そう思うんだったら、そう、そうなんでしょうねっていう <laughs>。うん。だから僕はね、これからも、あの、やればできるんだっていうところをね、お客さんの結果出たら、もう、対談取ったりとか、もう常にやってきますけど、うん。 やればできるんだっていうところをね、まあ、示し続けたいですね。そのためにも教え続けるし、サポートし続けるし、僕自身もやるし、売り続けるし、僕も。うーんはい。いってらっしゃい。